読売会館は東京都千代田区有楽町一丁目の有楽町駅、そばに所在する商業ビルである。所有者は当初は株式会社読売だったが、2000年代に読売新聞グループ本社参加の株式会社読売、不動産へ承継した。設計者は村の東後、構造は SRC 作り。1957年にオープン。地下2階、地上9階建てで、 6階までは商業区画7階から9階までは有楽町読売ホールとなっている地下1階と読売ホールには飲食店が出店している地下2階で東京メトロ有楽町線有楽町駅地下通路と直結する商業区画にはかつて総合の東京1号店である有楽町総合が入居していたが退居後の2001年には大手家電量販店の ビッグカメラ有楽町店が開店した。一般市時代の放置新聞社が本社を構えていた地でもある。有楽町蘇合は読売会館にかつて入居していた蘇合の店舗。株式会社蘇合が経営する直営店であった。後に蘇合東京店へ改称した。1957年5月25日開店。開店日はあいにくの雨だったが、 約30万人の客が訪れた2000年9月24日閉店。商業区画を株式会社祖ゴが沈借し、首都圏進出第1号店となる有楽町祖ゴを出店。オープン時のキャッチフレーズは有楽町で会いましょう。コマーシャルソングであったフランク永井の有楽町で会いましょうでデパートとして歌われている。 売上の45%を外商が占める外商比率の高い店舗であった。店舗面積は15,275平方メートル。東京郊外や地方都市の店舗が多かった総合では都心の一等地に立地する店舗であったが、道路に挟まれた三角地の協商店舗で増殖もままならず苦戦した。2000年7月の総合経営破綻後は、 ファッション系の店舗として残る予定だったが、採算が取れず閉店した。店舗後には2001年6月14日、ビッグカメラ有楽町店が開店した。有楽町読売ホールは、読売会館7階から9階にある、コンサートホール。コンサート、落語、講演会、試写会等に幅広く利用されている。別名、ネヌ t v ホール。客席は1100席。古くから、 テレビ番組の公開放送に使用されてきた。また1980年代から2000年代前半にかけては劇団飛行船の講演会場として長らく使われた。なお、かつて近隣の有楽町一丁目9番4号に存在したラジオテレビ番組の公開放送用ホールである東京ビデオホールと混同されることがあるが全くの別物である。 門川シネマ有楽町は有楽町読売ホールの区画内である8階にあるミニシアター。客席は237席。元は読売会館の会館以来日本テレビ放送網が使用していたスタジオがあった位置に、1975年に日本映像カルチャーセンターが設置され、収集した映像記録資料を定期的に公開するスペースとした。2004年にミニシアター。 シネカノン有楽町一丁目が開業したが、2010年に同社の民事再生方針制により閉館。2011年2月19日、門川シネマ有楽町が犬きで開館し映画館として営業を再開した。門川シネプレックスが2013年3月まで運営していた。現在は門川書店が運営する。そごう東京店に関するカテゴリー。 読売ホールに関するカテゴリー、ありがとうございます。